はい、1号車斉藤選手です。斉藤さん、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。昨日は気合いのスタートからいい展開作って、まあ、展開良かったですね。良かったですね、はい。で、今回3日間走ってエンジンの感じどうですか？まずはい。え、これはどこか部品交換とか、今回ヘッド新品交換して、ヘッド新品、はい、それでちょっとこれでエンジンが上積みしてきた感じ。そうですね。これから優勝戦に向けてどこか扱う予定ありますか？いや、基本的にはもうこのままで。このまま、はい。優勝戦の考えてるタイヤとかありますか？昨日の雨走ったやつを使おうかな、はい、使おうかな、はい、その候補で、はい。さあ、ゼロ戦再打ち、はい。スタート行けばかなりいい展開作れそうですけれど、はいはい、近況、スタートの切れ味を教えてください。スタートはまあ正直あんまり得意じゃないんで、はい、まあ、今日はもうちょっと頑張ります。ちょっと頑張って、はい、頑張って、はい、なんとかしたいです。ね、行きたいところですよね。はい、わかりました、はい。そうしましたら優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、まあ、スタート切れれば展開いいと思うんで、頑張って、なんとかスタート切れるように、したいと思います。応援よろしくお願いします。はい、本日優勝戦2号車山陽の五所選手です。五所さん、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。今戦すごいじゃないですか、オール3連隊かっこいいですよね。当たり前かい。今回3日間走ってエンジンの状態どうですか？最高です。最高ですか？これは優勝戦に向けてどこか扱う予定ありますか？ないっす。ないですか？タイヤぐらいです、ね。タイヤ、今日優勝戦晴れと雨、うん、どっちがいいですか？どっちでもいいやろ。どっちでもいいですか？ですよね。近況スタートのキレを教えてください。枠なりでしょ。枠なり、はい。この新聞だとゴシさんがトップスタートになってますね。やっぱスタートの腕の方も当たり前やろ。ありがとうございます。そうしましたら、はい、優勝戦の意気込みカメラに向かってどうぞ。頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、本日優勝戦3号車岩田選手です。お願いします。ヒーロー優勝選手おめでとうございます。 ありがとうございます。もう完璧に伊勢崎走路の雨コースが完璧、もう抜群のなったね。たまたまっす。だって前回来た時も雨走路2連勝かね。そうですね。ね、前回ちょっとキンキンで走れてたのが、はい、ちょっとアドバンテージになってた気はします。なるほどね、はい。今回3日間走ってエンジンの状態どうですか？そうですね、毎日、はい、レンに絡めてるんで、はい、悪くはないと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと晴れがちょっと物足りないような気がします。そうしたら今日優勝戦に向けてどこかエンジン扱う予定とかありますか？リングを変えました。リング変えて、リング変えて、あとはセッティングで、あとは時間帯に合わせてセッティング、はいはいはい。今日優勝戦に向けて考えているタイヤありますかね？タイヤは、2日目のタイヤ2着の時、はいはい、で行くか川口で1回乗ってよかったやつで、はい、ちょっとこれからドドドチェックして、まあ、よっぽど良ければそっちで行きますけど、そっちで行く感じで、はい。さあ、ゼロ班 4台並び、近況スタート切れ味どうですか？は、全く切れてないです。切れてないの？はい、全く切れてないです。俺昨日 CS でこれは3号車岩田選手のトップスタートですなんて言っちゃったんだけど、基本的には切れてないんです。そうですね、はい。なるほど。で、まあ、そこもちょっと修正して、うん、はい、ミッションとかも、はいはいはい、先輩に手伝ってもらったりで、ワイヤーも新品にしたり、はい、まあ、いろいろやってるんで。そっかそっか。ちょっとまた今ちょっと模索中ってこと、ね。そうですね。今日また練習行ってこれから。はい。わかりました。そうしましたら優勝戦の意気込みカメラに向かってどうぞ。はい。なんとか掲示板目指して乗れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、本日4号車伊藤翔馬選手です。はい、翔馬優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。昨日最後の最後気合の逆転劇でね。そうですね。奇跡が起きましたね。ね。はい。雨で優勝戦。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。今節3日間走ってエンジンの状態どうですか？エンジンの状態はそうですね、ここ最近調子悪くて、はい、まあ、ちょっと大きな部品変えようかなと思ったんですけど、うん、まあ、初日から動きがなんか激変してすごい、はい、いい状態で来てるんで、はい、何もしてないです。何もしてないんだ。何もしてない。あ、そうなの、はい。これから優勝戦に向けてどこか扱う予定とかありますか？昼間向きのエンジンなんで、うん、夜だと不安が残るんですけど、ちょっ
ちょっとキャブだけちょこちょこ扱おうかななんては思ってます。ちょっと時間帯に合わせてね、はいはい、優勝戦考えてるタイヤありますか？タイヤ、初日のタイヤがすごく良かったんで、すごく良かった、まあ、これで、はい、晴れだったらそれで行きたいですね。さあ、ここはゼロ戦大外緊張、スタートのキレどうでしょう？キレ自分的には悪くないですけど、うん、行き切るまでは無理ですね。行き切るまではない、絶対ないです。ない、はい、4番手ですね多分。1,2,3,4 枠なり、枠なりか、まあそうですね、ちょっとでも前でも行きたいよね。そうですね、1台でも行ければいいですけど、自分のスタート力じゃ多分無理です。ちょっと不安。 4番手ですね。わかりました。はい、そうしましたら優勝戦の意気込み、カメラに向かってお願いします。そうですね、まあスタートでいい番手つければかなり状態いいんで、頑張りたいなというふうに思ってます。応援よろしくお願いします。はい、本日5号車金貝選手です。はい、翔平優勝選手、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。昨日の雨はしびれましたね、トップスタートから ね、はい、まあだいたいここの雨イメージ悪いんで、はい、まあ、自分でもびっくりしました。びっくり、はい、今回3日間してエンジンの状態はどうですか？まあ、晴れに関してはちょっと足りないで、うん、まあ、ちょっと何か考えてはいます。いう、はい、今日これから優勝戦に向けてどこかエンジン扱う予定ありますか？一応昨日の雨が感じよかったんで、うん、そのまま練習乗ってみて、まあ、時間とともにかけながらちょっと考えます。昨日の延長戦上でね、はいはい、優勝戦のタイヤ何か考えてるものはありますか？まあ、昨日の雨下ろしが使えれば一番いいんですけど、はい、まあ、ちょっとドドドが来やすいんで、ドドド、ね、まあ、はい、練習でチェックします。チェック。さあ、10戦最打ち、非常にね、これいい位置なんですけれど、近況スタート綺麗どうですか？まあ普通ですね。普通、はい、まあ、カムラク不可ムラクって感じで。わかりました、はい、さあ、どうしましたら優勝戦の意気込み、カメラに向かってどうぞ。はい、最後まで先輩頑張ります。お願いします。はい、本日6号車吉原選手です。はい、京介優勝戦出場おめでとうございます。ありがとうございます。まさかの今年初って本当？本当です。本当、はい、俺もびっくりしてさ。いやいやいや、本当苦戦してましたよ。とりあえず良かったです。とりあえず良かったっす、ね、はい、今節3日間走ってエンジンの感じはどうですか？初日がすごく悪くて、悪くて終わってからケース新品にして、はい、うん、クランクも変えてるんですよね。初日終わってまず下回りを全部交換したと。はい、そこからは、そこから2日目走って、はい、でもやっぱドドドがすごくて、ドドドが来ると、はいはい、で3日目の朝にヘッド変えたんですけど、はい、そしたら朝練多少ドドドが収まってるような気はしたんですけど、はい、まあ、レースは雨だったんで分かんなかったです。はいはい、で一番このヘッド交換がちょっとエンジンの上積みをくれた感じかな。一番聞いた感じはありました。はい、これから優勝戦に向けてどこか扱う予定は？まあ一番ネックなのがドドドなんで、ドドド、はい、やっぱタイヤ探し、タイヤ探し、はい、まあ最優先はドドドですね。ドドドね、はい、足回りの不安、はい、優勝戦考えてるタイヤありますか？まあもう今から探す感じ、探す感じで、はい、さあ、近況スタートのキレを教えてください。スタートは悪くないんですけど、はい、どう？ちょっと青山さんがすごく速いので、うん、ちょっとそこら辺をこう気をつけないと。俺より先には行きたいよね。行きたいですけど、まあ、ちょっと気をつけて、うん、はい、頭に入れて。わかりました。今年初優勝、初優勝がかかります。はい、今年の、はい、カメラに向かって意気込みお願いします。はい、久しぶりの優勝戦なんで、お客さんの車検に貢献できるように、一生懸命頑張ります。応援してください。はい、本日の7号車絶対王者高橋光選手です。光さん優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。今節、3日間走ってエンジンの感じを教えてもらえますか？そうですね、晴れはあまり良くないですね。晴れはあまり、まあ晴れ、うん、羽があったり、はい、まあ、エンジンからなのか、まあ、タイヤもあると思うんですけど、今日優勝戦に向けてどこか扱う予定ありますか？準決前に、はい、まあ、ヘッド調整とリング交換して、はい、まあ、雨ですけど感じは悪くなかったので、はい、パーツの方はやらないですね。やらないか、はい、今日優勝戦考えてるタイヤとかありますか？
今朝出たタイヤで行こうかなって感じで、はい、近況スタートの切れはどうですか。あまり良くないですね。あまり悪くはないですけど、はい、わ、はい、かりました。そうしましたら優勝戦の意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、精一杯頑張ります。はい、本日8号車青山選手です。はい、周平優勝選手おめでとうございます。おめでとうございます。昨日はスタート行って1コーナーかなり張ってね、かなり展開悪くしたんだけど、はいはい、なんとかね2着まで来て素晴らしい追い込みでした。いえいえいえ。今節、これどこかエンジン扱ったところありますかね。今節、まあ、クランク変えて、はい、2日目終わってからヘッド交換して、はい、ぐらいですかね、はい。それで、今日優勝戦に向けてはそこのセッティングをちょっと煮詰めて、そうですね、セッティングを扱ってまだいいとこまで来てない感じ。いいところは、はい、まだまだ遠いです。遠いですか。はい。さあ、今日10戦4台並び、大外になりますけれど、スタート切れどうですか。スタートは、2ですか。2、そんなに切れてもなく、うん、全然ダメでもなく。2ね。はい。今日優勝戦の考えてタイヤとかどうですか。タイヤがないので、うん、最近跳ねるんですよ、ね、跳ねるんですね、はい、で昨日ちょっと足回りやったんですけど、はい、雨でいまいち分からず分からんなのでちょっとクエスチョンです。ちょっとクエスチョンね、うん、って感じです。クエスチョン、そうしましたら、弟からのニュースになります。優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、最後まで一生懸命頑張ります。そうかそうか、ケース新品でクランクは柳井さんで今回優勝したら返して、はい、取り上げなんならシリンダーもやさんのマジで、はい、今日新品買ってきたら狙ってよかった。いや狙ってすごいですね。いやいや優しいよ。 そうだな、いい親父だね。使うかって言ってくれたんで、ね、じゃあ使いしかも俺のワンタンまであら飯までちょっとワンタン豚骨味にハマってるよね。あ、そうなんだ、うめんだ。買ってくる。おお、じゃあ今日はワンタンパワーで、ワンタンパワーで頑張って。